カードがあったでしょうか。オープンから10周年の東京ドームは格闘技の醍醐味、プロレスの迫力に満ち溢れる4人の役者たちを待ち受けます。熱いハートを持ち、熱い戦いのできる相手を探し求める小橋健太にとって、今日のリングまでは本当に長い道のりでした。戦いの喉は乾き、リングという名の砂漠をさまよってきたその先に見える東京ドームという名のオアシス、この地には小橋の乾きを目指すには十分すぎるほど潤いが待っております。同じ小橋の前に立ちはだかるハンセン、そして運命の出会いを果たしたベイダー、この2人と同じリングに立つことこそが新たな戦いの大海原へと進む第一歩になります。ゆっくりと東京ドームのリングに歩を進めます小橋健太。そしてすでに先にジョニーエースがリングトップに姿を現しました。さあベイダーに向かいます小橋健太、ジャンピングリングイン。ケンタは、千日マットは、そして東京ドームは、この男の出現を待っていました。これまで対戦してきた数多くの日本人レスラーはそのパワーに舌を巻き、真っ向勝負を挑める者は誰一人いませんでした。奪ったベルトは数知れず、受けた栄光は星の数ほどありましたが、それら全てを棚に捨てるまでもリングに待つ小橋との戦いを求めてまいりました。さあこれがベイダーです。1番ベイダーからスーパーベイダー、そして2度目の生まれ変わりを果たしたベイダー、この男にもはや何の飾りも形容詞もいりません。東京ドームのリングには小橋健太が待ち受けます。小橋健太のその視線にはベイダー、5万8300人の大観衆がこのベイダーの背中を見つめます。東京ドームのリングの上待ち受ける小橋健太、その視線の先にはベイダーがいます。ゆっくりと190センチ、170キロの巨体をこの待ちます小橋の前に運んでまいりますベイダーです。大きく見栄を切りました。坂田ぶりの日本のリング、東京ドームの全日マット、小橋健太のその見据える先にこのベイダーがいます。さあ全日マット初登場、ゆっくりと歩を進めてまいりましたベイダー。初対戦の相手は小橋健太、そしてジョニーエース。セカンドロープをまたいで、さあ小橋の待つリングに姿を現しましたベイダーです。リングの中ですでに火花が散っております。小橋健太、そしてベイダー、そしてこのベイダーの今日のパートナーがスタンハンセン。馬のいななきが聞こえます。かつてはこのベイダーと死闘を2度ほど演じましたスタンハンセン、さあ大きな声援に包まれてまいりました。ベイダーのパートナーとしてはまさにうったつけ、パワーにはパワーで持ってくるスタンハンセン。飛ばしにリングに進んでまいります。さあ敵のひげを蓄えているスタンハンセン、ハンガルンハットにパウデル、いつもの姿でスタンハンセンがリングに姿を現しました。さあ4人の役者が東京ドームのリング。熱いハートは海をも越えた。こうした上にさあベイダーが飛び込みます。両敵は京都もジャッジでベイダーと手を組んだスタンハンセン。今日の戦いにゲットの命運をかけますジョニーエース。5万8300人の大観衆がこのリングの4人を見つめます。赤コーナー小橋健太、待ちに待ったベイダーとの対戦になります。去年の9月初対面を果たしましたこの両雄、会ったその瞬間から感じ合うものがありました。そして今その夢が現実のものとなりまして、東京ドームのリングにお互いが相対するという場面がいよいよ訪れております。小橋はこのベイダーから視線を一度もそらしません。さあ先発を買って出るのはどちらか、
間違いなく小橋そしてベイダーかと思われますが、なかなかそのあたりは互い譲ることはできません。さあ小橋がエースをコーナーに下げました。もちろんのコーナーはベイダーです。決戦のゴングが鳴りました。東京ドームのセミファイナル、画面左側ベイダー、そして小橋健太、かつて日本マットでこれほど迫力にあふれるファウルがあったのでしょうか。さあ組み合った、リングの中央司会していきます。ベイダーです。このベイダーから視線をそらしません。もう一度組み合った、ぐっと膝を落として下から力を加えていこうというベイダーです。司会していきます。さあ自らに気合いを入れて、そして小橋にも激を飛ばしたんでありましょうか。この試合は何と言いましても小橋そしてベイダー、この両雄の力をパワーのあふれる激突。さあまずっていったらベイダーだ。ニュートラルコーナーに追い詰める、小刻みにヘッドバード、そしてパンチを振り下ろしていったベイダー。ああ小橋を投げ倒した。まず試合を優位に進めるのはベイダーです。放送の解説はジャイアント馬場さん、そしてゲストは松山千春さんです。馬場さん、やはりこのベイダー迫力というものは十分ありますね。そうですね、攻める時のこのパンチの速さ、大して効いてはいないように思いますけども、スピードがありますからね。そうですね、この大きさの割にはスピードがあります。そうですね、ただ走ったり体を動かしたりするスピードはないと思うんですね。なるほど、その辺りもじっくり、今の手の速さはやっぱり力がありますからね。そうですね。さあ小橋が返していったがロープに振られた。あベイダーアタック、これです、この技が来るんです。松山千春さん、はい、このベイダーと小橋の絡みは今ご覧になっていかがですか。もうやっぱり組んだ瞬間にね、小橋もあこれは力あるなみたいなね、感じを思ってるだろうし、本当に確かにパワーはすごいですよ ね。 そうですね。あとまあスタミナがどれほどあるかね。そうです ね、ちょっと見てみたいですけどね。全日マット初登場になりますベイダーがまずは小橋を蹴散らしています。もちろんこの試合には小橋にはエース、そしてベイダーにはハンセンというパートナーがいますが、どうしてもこの注目は小橋、まあね、あれですよ、ベイダーと1対1でこうやり合ってたら最初はもうどうしたってやられます。そうですね、さあパワーでは圧倒的にベイダー有利。胴元あたり小刻みにパンチを振り下ろしていきます。さあロープに小橋を振っていった、ラリアットをかわして小橋、さあロープ飛んでショルダーアタック、パワーでは負けていない小橋、ご覧の表情です。熱き試合を熱い心で熱いファイトを展開したいと話している小橋健太、その相手としてこのベイダーというのはまさにうってつけです。190cm 170kg、このベイダーの巨体に向かって思い切って飛んだショルダーアタックル、ベイダーの巨体をなぎ倒しました小橋。さあお互いまずは得意技を出し合ってリングの中央力比べに行こうというところ、圧倒的に小橋は不利なんでしょうが、あえて挑みます。小橋はあえて挑んでいきます。あっとストマックのあたり、うどつかだ、あ決めた。馬場さん、このあたりの動きもずる賢さがありますね。まあね、これはやっぱりキャリアでしょう。ああなるほど、85年にバーンガニアにスカウトされましてプロレス界にしましたこのベイダーです。日本マットは1987年に初めて踏んでいます。そして今宵東京ドームのリングで全日マット初登場です。87年に日本マットを踏んでいるベイダー、一方の小橋が88年、滋賀大会でデビューしておりますから、まあ、キャリアという面でもベイダーが上です。しかしこの小橋は全日本プロレスの四天王の一角という意地があります。そして自らが探し求めていた熱き相手、熱い戦いをできる相手がこのベイダーになるんでしょうか。さあベイダーのパートナーはハンセンがタッチを受けて入ってまいりました。この2人をまともに相手にしては小橋は達成がありません。ハンセンとベイダー、さあダブルの攻撃を見せるのか、ロープに振ってエルボーを見せた。このエルボーという単純な技にも重みが感じられます。
チャンピオンカーニバルでも非常にいい戦いを演じましたハンセン。その期間中には小橋とのいわゆる因縁の対決も復活してまいりました。48歳を迎えているスタン・ハンセンではありますが、記録の面では全く衰えることを知りません。さあハンセンが小橋をロープに振った、かわしていった小橋、ラリアットをかわされた、ショルダーアタック。このあたり力という面では小橋はどうしても不利、しかしそれにあえて挑んでいくのが熱いファイトを志す小橋健太、その本領発揮でもあります。小橋からジョニー・エースにタッチ、エースがコーナートップに立っている。あーラリアット、ダイビングのラリアット、そしてエースがベイダーにも突っかかっていった。さあこのエースもベイダーをかなり意識している様子がうかがえます。ニュードルコーナーラリアット、ハンセンにラリアットを果敢に打っていきます。アッタエルボーが待っていた、はい、キック。2月28日には三沢の持つ三冠にも初めてチャレンジしました。そのあたりからは精神面でも非常に充実しているジョニーエース、今日は小橋独り占めというわけにはいかせません。ゲットの メンバーパートナーのこのジョニーエース、ベルト振り下ろすハンセンです。しかし松山千春さん、はい、この4人が一斉にリングに立って体と体がぶつかり合いますと、その迫力というのはプロレスならではですね。そうですね、やっぱり迫力ありますよね。で今ハンセンがね一生懸命締めてますけど、はい、そういう締め技一つにしてもね本当に風格を感じますよ。あ、そうですね、はい、このあたりはやはりハンセンの持つ演じ組みを増したその技のキレ、重みというものがあります。腕をひねったジョニーエース、ハンセンの利き腕の左腕だ。エルボーを肩のあたりに振り下ろします。去年小橋健太とともにゲット、新しいユニットを結成しまして、ジョニーエース自身もこの全日マットでの足場を固めてまいりました。三冠ヘビー級チャンピオンの三沢にも10年目にして初めてチャレンジすることもできました。ハンセンがエース、エースが振り返してロープに飛ばしていった、エルボーを打っていった。このあたりはジョニーエース、ハンセン、ベイダーに全く気遅れするところがありません。すぐさまハンセンがリングに戻ります。60分一本勝負のタッグマッチです。小橋健太、ジョニーエース組対スタン・ハンセン、ベイダー組。さあ小橋がタッチ、リングの中はハンセンと小橋です。思いっきり逆水平を打っていきました。小橋健太、おお、ヘッドバット、ここ一番大一番で出すこのハンセンのヘッドバットです。逆水平、すでに小橋の体は汗でびっしょりです。あっとヘッドバット、小橋の膝が徐々に崩れていきます。ニュートラルコーナーを背にした小橋、ハンセンのヘッドバットがもうこれは10発ぐらいは入ったでしょうか。松山さん、このハンセンの気合もすごいですね。今日のこのカードすごいですね。今小橋がびっくりしましたね。そうですね、ちょっとこのハンセンの頭突き攻撃に面食らったという表情を見せました小橋です。すでにこの小橋の体は汗びっしょり、体が汗で光っております。さあベイダーが入ってきました。この全日マット初参戦にあたりまして、ベイダーは小橋の試合のみならず全日マットの試合を研究しております。あ、このスープレックス、高さがあります。このフロントスープレックスです。そしてビデオでもこの小橋の試合を何度も見まして、実際あった印象は実物の方が小橋は非常に大きいという感想を抱いたそうであります。手下げりチョップを振り下ろす小橋、さあさあ小橋抱え上げるか、ベイダーの170キロの巨体を抱え上げることができるか。さあもう一歩、あとは一歩、あっとしかしベイダーのタイツを掴んでいる。いつものあの滞空時間の長いブレンバスターはやはりベイダーには無理なのか。さあ小橋が場外に落とされます。あっとここでベイダーが場外の小橋を追いかけました。おっと脇腹のあたりにキック、去年の9月に初遭遇したこの両雄です。あっと場外の鉄柵を外して
あとさらにさらに場外に送り出そうというところ、あとあとボディースラムで抱えられて、さあと危ない危ない、何を持っていくんだベイダー、あー鉄柱だ、鉄柱に腰骨のあたりをつけていました。小橋がいつもの小橋ではありません。立ち上がりは防戦一方になってしまっている小橋、ラリアットをかわした、あっとキックを見舞っていった、あっ DDT 場外に DDT、 さあこの辺りから活路を見出していくのが小橋、ハンセンがすぐさまカット、超度級超スーパーヘビー級のこのタッグマッチ60分日本勝負です。エースがハンセンのカット、ハンセンが鉄柵の外に放り出されました。そして小橋が、小橋がトップに立った、さあコーナーのトップに立った小橋、何を持っていくんだ、わーっとボディープレス、ボディープレス、場外のレーザーに向かってボディープレスを放っていった小橋。馬場さん、この辺りはもういつにも増して小橋の気合が入ってますね。そうですね、あの他の小さな小さなって言ったらなんですけども、はい、多分効かないと思うんですよね。やはりこのベイダーだからこそ出してきたこの大技でもあります。肩蹴り、ローリングの肩蹴り、喉元にぐさんで決まった、カウント2、ローリング遠心力がつきました、小橋の手下げるチョップ、ゲットのダブルの攻撃を見せるのか、ニュートラルコーナーにベイダーを振った、ラリアットはかわされた、さあバックに回った、バックに回った、さ あダブルの攻撃、ダブルの攻撃、エースのシャトラップ、さあエースのシャトラップ、ダブルの攻撃だ、カバネットエース、ベイダーは2で返します。試合時間は10分を超えています。さあゲットの2人が連携プレーを見せた、エースが振ってスピンキック、ちょっと当たり浅いか、さあしかし、さあ、あーっと、DDT は持っていけない、ラリアット、超打球、170キロのラリアット、ジョニーエースもこれでは立ち上がることができません。さあ、小橋はカットに入れるか、青コーナーではハンセンが手を伸ばしている、なんとか返しましたジョニーエースです。さあベイダーからハンセンにタッチ、ロープに飛ばした、やはりこの辺りはスーパーヘビー級の4人、一発一発に重みがあります。さあ場外でハンセンがまず小橋を蹴散らした、あっと本部席の向こう側、小橋をなぎ倒していきました。そして今度はエースの首根っこを捕まえています。この辺りは今日ハンセン、そしてベイダーの2人、場外戦を積極、あーっと机を持ち出した、机を持ち出した、さあ何をしようというのか、ハンセン、小橋は立ち上がれません、足首のあたりを痛めたんでありましょうか。さあベイダーがエプロンで待っているぞ、まずは机につけた、そしてベイダー、あー何を持ってくるのか、かつて2度対戦したことのあるハンセンとベイダー、この2人の息がぴったり合っています。ラフサップを連携プレー、場外では完全に主導権を握っているスタンハンセンとベイダー、この東京ドームでもスタンハンセンとベイダーはシングルマッチを行っています。その時には両者リングアウト、カバーに入っているハンセン、小橋はまだカットに入ることができません。リングの中はジョニーエース一人です。さあハンセンからベイダーにタッチ、ダブルの攻撃を見せるのか、かつて2度対戦したこのハンセンとベイダー、ダブルのブレンバスター、ちょっと勢いがつきすぎたか。さあベイダーがエースの後ろ髪を掴んでいる、そろそろ仕留めに入るのか、あとエースも立ち上がった、このパンチです、このパンチ一発で馬場さん流れを変えてしまいますね。そうですね、ですけど、まあ、このパンチ以外にあんまり何かあるようには見えませんね。あこの後のベイダーの動きが注目になってきます。さあエースがフラフラだ、バックに回っているとベイダー腰の頭を掴んでいる、シャーマン投げっぱなし、
初にエースを投げっぱなしで打っていったベイダー。エースはたまらない。こういう技をね、やっぱり2つ3つ出されたらとかたまらないですね。そうですね。そして今度はハンセンがエースを待ち受けます。馬場さん、このハンセンとベイダーは2回対戦しているんですが、タッチワークもなかなかいいですね。そうですね、いいタッチワークを見せているこのハンセンとベイダー。ゲットの2人、コバシとエースは試合の流れをつかむことができない。さあ、自らロープ取ってカバーをしていった。さあ、ビッグワンクラッシュ、カバーに入ったビッグワンベイダー。さあ、このビッグワンクラッシュを見せましたベイダーです。しかしエースもなんとか返しました。エースはなんとかコバシにタッチしたい。5万8300人のお客さんから先ほどは悲鳴が上がっています。それほどまでにこのベイダー、技の一発一発に重みがある。おっと、ハンセンは2パットを外してのいいドロップを落としていきました。のた打ち回るジョニーエース、 DDT カバーに入った。なんとか返しましたジョニーエースです。このハンセンベイダーは非常に小気味のいいタッチワークを見せます。スタックとは思えないこの息の合ったプレー、ダブルのショルダースルー。さあ、ベイダーが仕留めるか。エースの足と腕を掴んでニュートラルコーナーの前。さあ、これは距離を取っているぞ。ニュートラルコーナーを確認したベイダー、セカンドロープに足をかける。このベイダーにはムーンサルトもあります。しかし今前を向いている。さあ、そのままボディープレスを持ってくるのか。ベイダー、ベイダーが飛んだボディープレス。さあ、まずそして小橋を蹴散らした。小橋を蹴散らした。今度は反対側のニュートラルコーナー。ああ、だった。ベイダーのキック。さあ、カバーに入る。小橋は入れない。カットに入れない。ああ、返した。エース返した。エース返した。5万8300人のお客さんから。まさに地鳴りのようなストッピング攻撃が起こりました。さあ、エースがなんとか踏ん張って耐えている。ベイダーの猛攻をしのいでいます。ニュートラルコーナーに振った。なんとかカットしているエース。エースがしたランニングで持っていった。さあ、コーナーで待ち受ける。小橋にタッチすることができるか。タッチするのは今しかない。今がチャンスだ。エースコーナーで待ち受ける小橋にタッチすることができるか。小橋は懸命に手を伸ばす。ベイダーはまだ立てない。今タッチ、今タッチ。さあ、小橋も入った。しかしすぐさまハンセンがカット。ベイダーはまだ倒れています。肩蹴りを持っていった。早くベイダーに向かいたい小橋。ローリングの手先に。さあ、小橋はベイダーだ。小橋はベイダー、キロチットロップだ。ランニングのキロチットロップ、キロチットロップ。2連発で持っていった小橋。ベイダーは2で返します。さあ、川津掛け、川津掛けからカバーと落とし、おーっと宙に浮いた。ベイダーの拳が宙に浮いた。ベイダーも2で返します。さあ、この2人、熱き名勝負のその序章となるこの対戦。さあ、まずは小橋が握った。小橋が握った。入場のコーナー背にしている小橋。さあ、トップに立った。ムーンサルト。あ、まず受けきました。小橋はよく見ている。さあ、これでベイダーを仕留めるか。今拳をもう一回握った。さあ、リングの中央、邪魔する者はいない。ブレンバスターで抱え上げるか。あと一踏ん張り。おー、当たった。これハンセンをカットできるか。両軍今分断されています。試合を決めるのはコバシとベイダーだ。リングの中うつ伏せになっているコバシ。おっと、ベイダーがまずはエースのラリアット。場外でまずエースを仕留めておいて、さあ、これからコバシに立ち向かいますベイダーです。この2人、この2人がこの試合の勝負を決めます。ベイダーが小橋をロープに振った。
ラリアット、ラリアット、さあどうだ、カバーに入った、小橋返せるか、カウント2だ、小橋返した、エースはこれはもうカットにも入れません。ここでハンセンも入った、ダブルの連携を見せるのか、いいリフトを当てる、フラフラになったところで、さあベイダーが抱え上げて、ダブルで、ダブルでパワーボール、こんな攻撃があっているか、カバーに打ったベイダー、エースカット、エースカット、仕返せ、エースがなんとか返しました、なんとかカットに入ったエース。さあしかしここでまたハンセンに蹴散らされた、やはりこの試合で決めるのはベイダー、コバシ、あっとここでベイダーからハンセンタッチだ、コバシしかしその目はまだしっかりとベイダーを見据えています。ハンセンがボディスラムで抱え上げた、勝負タイムはすでに20分を超えています。ハンセンがニュートラルコーナーのセカンドロープ、そしてトップロープを伺った、ハンセンがトップロープから何を持ってくるんだ、あっとあっと、バランスを崩したから体が落ちた、カバーに入って返せるか、小橋、危ない危ない、140キロのスタン・ハンセンがまさに空から降ってきました。さあ左腕をしのいだ、サポーターをしのいだ、これで一発で、この一発で小橋を仕留めるのか、あベイダーが、ベイダーがエースを場外に引き落とした、もう小橋は一人です、小橋は一人です、ベイダーが背後に回っている、そしてハンセンがサポーターをしのいだ、左腕、あとなんとかラリアットをカットした、あと背後からラリアット、ハンセンが抑えている、さあベイダー、ベイダーが、あーと投手打ち、投手打ち、投手打ち、おっと小橋がハンセンを丸め取った、丸めている、カウントは2、さあラリアットを通して、おっとスモールパッケージの小橋がハンセンを丸め取った、あーカウント2、カウント3、最後は小橋、ハンセンのスモールパッケージの、ベイダーとの対戦、小橋とベイダーで決着をつけようかという勢いでしたが、最後は一瞬の隙をついたスモールパッケージホールドで小橋がハンセンを仕留めています。しかしハンセンはその憤り変わったものではありません。勝負タイムは22分12秒、サン・ハンセンはその怒りが収まりません。ベイダー日本マット初登場、しかし勝負は小橋がハンセンのスモールパッケージホールドで丸め込んでいます。馬場さん、これからこのベイダーが敵地マットでどういう戦いを演じていくのか、教育がまず試金石になったと思うんですけれども、そうですね、ですけど、まあ、あの割合に打たれ弱いようなところはありますね。あ、そうですか。こんな大きな体をしてて、打たれたらすぐ倒れたり、まず倒れることが腕身がうまいのかと思うとそんなでもないですしね。あ、なるほど。反戦はでも、まあ、あのこのハンセンとベイダーのチームは面白かったですね。そうですね、このタッチは非常にいいスムーズな流れを作りました。全日マット初見山のベイダー、小橋の熱い心に熱いファイトに応えることは果たしてできたんでありましょうか。試合は小橋がハンセンを仕留めています。全日マット初登場のベイダー、その初陣を飾ることはできませんでした。ゲットの2人、小橋とエース、この東京ドームのリング勝利を収めました小橋健太。今日初めて遭遇した小橋とベイダー、果たして全日マットでこれから新たな戦いのストーリー、物語を作っていくんでありましょうか。